皆さんこんにちは、佐々木悠太です。今日はアイルランドの語学学校について皆さんに情報をお届けできればいいなというふうに思います。でアイルランドの語学学校なんですけど、まあ、何がいいかというと、やっぱり安いところが一ついいところに挙げられます。まあ、じゃあ、どれぐらい安いのかというと、で8ヶ月のビザで1回、でそのかける3回で、 まあ2年学生ビザでアイルランドに滞在できることになっているんですけれどもその最初の1回目にかかってくるビザあ語学学校費用っていうのが大体日本円で30万円程度になってきますでさらにリニューアルするっていった場合2回目3回目の場合は さらに1回目より安くなります割引が効きますでさらに午前の部と午後の部2つコースがありまして、えー、午後の部の方が若干午前の部の方より安くなっておりますで、えー、語学学校によって本当にいい何 何かを強みにしてるんですけど個性があ学校にありまして例えば安い学校だとかあアクティビティが充実している学校先生の質がいい学校とかロケーションがいい学校とか本当にい,いろいろあるんですけれどももう、まあ、一つじゃあ学校は学校自体どういう風な感じになっているのかというと、まあ、基本的に 南米の人の人割合が多いどこの学校に行っても例えばまあブラジル人だったり、まあ、チリペルーとアルゼンチンとか、まあ、そういったサウスアメリカ南米の方の人たちが基本的に多いですなぜそれはなぜかというとやっぱりアイルランド語学学校は安いっていうのが最初に言ったと思うんですけどやっぱり他のそこの南米の人たちも安いお金で英語を勉強したい。 っていう人たちがたくさんいてそういう人たちがアイルランドに来て英語を勉強していますなので、えー、まあクラスの本当に8割程度は本当にそっちの人たちで、えー、なりますまあ、たまにその向こうの現地の言葉で授業中話すとかそういうこともあると思うんですけどそこは正直まあどこの まあ国行っても同じななのかいいうふうふに思いますでも南米人は本当にフレンドリーで、まあ、ラテン、ポルトガル語、スペイン語、ラテン言語ですし英語もまあ同じラテン言語なので綺麗な発音を話しますし、まあ、彼らは本当にストイックでハングリー精神を持っている人たちなので本当に自分の英語を上達しよう,う,上達しよう生活のため生活をかけてきているので まあそういった意味でも本当に彼らの上突力は本当目を見張るものがありますし学ぶ部分っていうものもたくさんあると思います。で語学学校、まあ、短期留学の場合はちょっと置いといて、まあ、長期8ヶ月で来てもらうと6ヶ月のクラスプラス2ヶ月のホリデーという風な形になっております。 でそのホリデーなんですけどそれもまあ学校によってなんですけど、まあ、基本的には自分のまあ好きなタイミングでまあホリデーが取れて、えーまあ、例えばその来週から1週間旅行に行きたいってなった場合はじゃあその申請して1週間ホリデーをくださいみたいなそういうふうな形でホリデーは取れることになってるんで一応2ヶ月のホリデーがあるっていうふうに最初言ったんですけども。 それは2ヶ月間まとめて取るわけじゃなくて間合いだ自分の好きなタイミングで基本的には取れるような形になっておりますで8ヶ月のビザを取られる方は必ず最後にテストを受けてもらうことになっておりますテストの種類は学校によってなんですけれども基本的にはタイエグザーメン TIE と書いてタイタイエグザメン かまあ、トーフルだったりケンブリッジだったり本当に学校にやって受けれるテストっていうのは違うんですけども基本的に8ヶ月の長期ビザを取られる方はあ必ずどれかしらの英語の試験を受けてもらう形になります。語学学校決ままりがありましてリニューアルする際に85以上の出席率がないと 次のビザを更新できないことになってますなので、えー、最低限8ヶ月以上まあ1年だったり、えー、それ以上の長期、えー、留学を学生ビザで考えている学生は85%以上の出席率っていうのが マストになりますでこれをじゃあ更新でき85%以下だとどうなるかというともう単純にもうもうビザは一切更新できませんもう3回例えば更新できるところを最初の1回で85%以下切ってしまいましたらあともう残り2回は申請できない形になりますなので、えー、まあいろいろ生活も大変な部分もありますが学校にはしっかり通っていただくというのがまあ 学生生活の部分になりますますあだいたい語学学校についてはこんな感じです。で一つ自分が思うことなんですけれども語学学校に行って英語を上達させるというよりかは語学学校を英語を上達させる一つの手段として使ってください。 もちろん学校に行けば勉強はしますけれどもそれは本当に自分自身どれぐらい上達できるかっていうのは本当に自分自身ですし最初はもちろん恥ずかしいとかいろいろ難しいとかいろんな感情があると思うんですけれどもまあみんなそのネイティブではないですしみんなその英語を勉強しようと思って来ててる人たちなので間違えるのは当たり前ですし まあ実際に行ってみればわかると思いますがそういう南米の人たちは本当に間違いは気にしないです恥ずかしがらないで自分の意見を堂々と言いますしやっぱりそうやって英語を使う一つの場所として語学学校は捉えてください英語を学ぶというよりかはまあ自分で学んだ英語学校で学んだ英語を 使使う場所として一つ使ってみてっみくださいであと大事なのは語学学校でまあ友達を作ること友達ができればあさらに英語を使う機会が増えますしコミュニケーションといった部分で語学学校は友達を作る自分の英語をアウトプットする、まあ、そういったニュアンスで捉えてみてください英語を一から勉強するっていうよりかは 自分の習った英語習っていく英語を使うアウトプットの場として捉えてもらった方が自分はいいなというふうに感じました。まあ、本当にいい 刺激的な体験できますし語学学校でからの友達っていうのは本当に一緒のものになりますしぜひ、えーまあ、皆さんこれから、まあ、アイルランドだったりまあ、他の国でもいいですけど語学学校に行くっていう際はあまあ積極的に以下のことをチャレンジしてみてください。はい以上になります。もしこの動画がいいねと思ったら いいねチャンネル登録もしよければコメントなんかもよろしくお願いいたします。それではまたババイバイ